張ったよ、本当に手が痛い。どうしたの？手がね、手が痛いんだよ、本当に。僕は頭痛いですね。なんで俺困ってるんだって、手が痛いって、誕生日だからだったの。ああ、やっぱ誕生日って手痛くなりますよね、はい、あのね、もうどうしようどうしようもない、もう人生な、何ですか、こんなことがあっていいんだろうかぐらいに、パソコンの前でレッスンしたんだよ俺。何のレッスンですか？おめでとうに対する返信でございます。ああ、やっぱりね、お友達からね、やっぱ、はい、僕誕生日の時になんか多分5人とか10人ぐらいからおめでとうメールが。本当ですか？あのでもというわけでね、困った時の神頼みですけど、はい、私の誕生日にもうちなんでですね、誕生日おめでとうございます。いや、もうちっとも手がもうね治らない、本当に手が治らない。その時のね話をね、内疲れ、内疲れだ、内疲れってもう腱鞘炎の再発、完璧に。それいい迷惑じゃないですか、誕生日。いや、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。それでね、はい、悪いやつのことをちょっと話をしたいんで、私を痛めつける。誰ですか？ああ、今回里まっちゃんでしょうね。はい、ということでいろいろありますので、困った時の神頼み。はい、ああ、何がね困ったってね、俺一つ簡単に言っとくとね、みんなね最近ね、気にしてくれてんの、去年のことがあるからね、それで一生懸命ずらしてやってくれたりとかさ、レッスンいりませんかなとかってね、おめでとうございますと、直接やるとレッスン大変ですよから、ここで書き込みましたとかさ、書き込みじゃあれですからとか言うんだよ、レッスンいりません、レッスンいりませんとか言う人にレッスンしないわけにいかないでしょ、君たち、はい、それはいけない。それとね、ご迷惑になりますからとか言ってさ、ここに書き込みましたとか言って人にレッスンしないわけないでしょ、ですよ。なるほど、大変でしたね、はい、でなんで誰がいけないんですか、それ。いやいや、それでね、まだもう一つあるの、まだある、はい、でね、ミキシーは楽になったんだよ。楽になった、そうそう、ミキシーは団体メールみたいなのがあって、ね、あれこれ別の番組でやったと思うんだけど、団体でね50人60人ね書き込んで、はい、そこでおめでとうやるから一発で済むわけ。あ、俺もありがとうございます、ありがとうって言ったら、その60人に一気に退出したとか、いろんなのがあるから、はい、ところが一番困るのはね、フェードに囲まれるフェイスブック、あれさ、みんな見てんじゃん。見てる見てる。ということはどういうことかというと、コピペがバレる。あそんな、あれは困りましたね。こっちの事情言っちゃいけないじゃないですか。だからね、サンキューっていうね、英語のやつはサンキューってやつで、はい、顔文字を全部書き換えて。ああ、そんな、うん、で顔文字書くときやっぱりさ、最低でも顔って書いてリターンするから、はい、またはクリックしね、あれやるでしょ、はい、結局指使うのよ。まあ、指使う、もう編集やるなら指使わざるを得ないじゃん。でもさ、ね、2日間でさ、2センチ弱のさ、リターン数考えて。いや、それ聞いたけど僕も肩こってうん、だって去年1300から1500ぐらいで、いい加減嫌になってるんですよ、うん、もうそんなことですよ、本当に、最近は。困ったよ、本当に。それはね、でもそれはでも普通に来て、普通に返してただけですか。いや、普通返してた。それ以外のメールもあるから。何回も送ってくる人とかいます、一人で。はい、いる、いる。まあ、カンちゃんはなんかデコメみたいなの含めて3発くれたねそう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 、あとね、全部が終わってそろそろ終わりだろうから、おめでとうメールしましたって、里松くん、ねえ、もうみんなありがとうよ、本当に文句じゃないですね、お礼参りしなきゃいけねえじゃねえかみたいなね、一人一人お礼参りしてあげてください、本当に。いや、本当ですよ、生地ね、前回ほら全員のレッスンしちゃったじゃない。あれやばいね、あれそれはやばいですね。前ミクとかさ、フェイスブックの顔とも増やしたくなくなってくるんじゃないかみたいな感じだよね。今何人でしたっけ全部で。ねフェイスブックが1500数十人で、おそれで前ミクが730人ぐらいかな、あ結構大きいよ、多いよ、わ多いな、それはしんどい。でアクティブな人たちばっかりだからやばいんですよ、みんなアクティブだから。で生地ほらメール返しちゃうから、仲良し会話が続いちゃうことないんですか、それ。えどうもありがとうございますなんて、どの子のどうやりとりするやりとりする。でその間に俺今日聞いて、若葉ちゃんにさ、若葉ちゃんの演技を全部編集して、それで YouTube に上げたんだよ、これ非公開で。そんなことしてて、それでデリキン書いてて、でデリキンなんか知らずサーバー以上多すぎてさ止まっちゃって、もう大変よ毎日。困ったでしょこれ、本当に。困っちゃう、すげえ困ってんだよ俺本当に、とにかくすごく忙しいこと分かったので、手が痛いってことですね、つまりは。そうなの。それでさ、右手と左手ってやっぱり打つ頻度によって、はい、文字を打つとき右手の方が多いんだよね、シフトとかそういうのは左だけど、あ、まあいろいろあるわけよ、はい、要するにシフトを置いても多分置いても右手で全部やるとかね、俺なんかの場合はほら、全然ブラインタッチはできないんだけど、はい、で問題なのが、右の中指がもうダメ、一番強そうな指がダメなんですか。そうそう、それでね薬指とか、まあ、人差し指ね、人差し指ってあんまり動かなくて俺さ、で薬指でマウスをクリックして右クリックやるでしょ、でもう、右クリックやりすぎてダメなの、薬指も。それ指が壊れるかマウスが壊れるかですね。そう、それとあと振動で手首がダメだね、手首だけ。手首はだからほらマウスを置く台あるじゃないですか、ね、ちょっと膨らみがついてて、手首を休められる
三上の部屋にあるやつ、はいはい、うん、ああいうのがあると少し持ってるよ、思ってるんですか、使いづらいから使わないけど、なんてことですか、意味ないじゃないですか、それじゃ邪魔なのあれ、あもうそしたらもうあのなんか例の 3D の、 あのマウス手に入れしかないですよ、ね、いやそれでね、はい、で一応さ左手はなんとか生きてたんだけど、はい、たまたまチケットのパンチ穴開けるのがさ、はい、ずっとさ左でやってんだよ、あ左今痛くてよ、もうあでもそれ終わって豆が潰れた頃にすごいいい筋肉になってる、そうそう、それでマッスルパスいっぱい取るとか、そんなんじゃねえだろみたいな、ギュッて握れるよね、いやもうでもね今回のこのねあれはもう大変でしたね、ほんとね、うん、うん、まあでも人生いろいろありますけども、はい、あ、ミュウちゃんがね今ねいろいろ準備をしてて、うん、これから霊が行くんですよ、私たちね、なるほど、ハンオブシー、素晴らしい、はい、曜日は聞かないでください、はい、そういうことですね、うん、いやでもね、ほんといろいろ困ったことありますね、うん、他にも困ったことある、アンドリュー・ゴールデン発信、今日4時にミーティングだっつって、はい、みんな待ってました、待ってた、そしたら来なくて、はい、じゃあ今度7時だったらまた来ない、はい、なんとかしてくれ、アンドリュー、そしてその言い訳は、うん、いや車のバッテリーが上がっちゃってさって、やっぱりほら海外日本にずっといたからさとか言ってるんだけど、お前帰ってきてどんぐらい経ってんだよっていう、だよね、ほんとね、うん、まあ言い訳です、あの言い訳男ね、アンドリューのことはもうダニーコールに徹底的にやってもらわなきゃいけないと、ダニーお願いします、でね今日ね実はほら禁酒日で、実は飲んでないのよ、あ、ちょっと、うん、飲んでないんですか、そうそう、それはいいんだけど、はい、朝日のね、なんだこれノンアルコールのねドライゼロってやつ飲んでて、飲んだ気になってんのよ、あところがね、飲んだ気になってるとお酒入ってるから、はい、テンポがいいやつだけど、俺ほんと入ってないから、はい、冷めてる今日の早くお茶吹いちゃうんですよ、今日の冷めてるって困った時なんか冷めてるのよ、どうしたらいいよ、ほんとに、うん、テンション上がんない、これはどうしようもないですね、ほんとだよね、いや危なかったな、なんとかしてくれよ、ほんとにどうしますかね、困ったなんかネタもう一つぐらい、あ、そう、困った、ちょっと業務連絡なんですけど、業務連絡なんあの、はい、うちのやっぱりあの水漏れがまた始まったらしいんですよ、まだ、うん、で上下の階でも漏れ始めたんですけど、あなんかあのミラーに僕切れたんですよ、うん、どういうことだと、ミラーってマネージャーさんね、このアパートのマネージャーさんに珍しい、ね、切れたんですよ、ちょっとお前ふざけんなと、でミゲルがこうこうこうだってね、みんながあのネジ締めすぎるから壊すんだって言われたから、いや そんなね、あのミゲルが言い訳してるだけでね、ちゃんと治ってないんだよって言ったんですよ、で今回別の業者も入れたらしくて実際治ってたらしいんですけど、うん、でそれであのそこからミラーの逆切れが始まって、逆切れっていうか正解で向こうが正しい切れ方してるんで、あそうあのポイントとしては合ってるんですけど、であのもうあの部屋のね散らかり方とか、あの床とかあのタイルのところの汚れ方と真っ黒だし、引き出しは壊す、これ山崎が引き出しを壊したんですけど、ね、そう壊したやつもあって、それであそこのね、あのもうネジも締め切っちゃってぎゅうぎゅうに締めれば、それは中のものも割れるわよって、あなたが来るまでずっと何年間も使ってた人は問題なかったのに、なんであなたたちの代になってそれが問題になるのよって言われてみれば、確かにそうそう確かに壊してる量が多いです、この辺やって、そうか、だからまた今週も山崎さん、いや山崎だけじゃないです、やっぱり若手がだって考えてこう一人で住んでたらば、シャワー1日1回か2回するじゃないですか、でも5人住んでたらばこれ10回になるわけじゃないですか、そう考えると確かに閉める箇所ですけど、でもどっかの誰かがバカ力で閉めてる可能性があるんですよ、なるほど誰だっていうと、誰だよ、でもこれはね濡れ衣はいけないと思うんです、ね、まあね、濡れ衣をかける前にみんなビシャビシャになっちゃうんですから、そこで、なるほど、ね、だから、うん、でもね、あのね、ネジを、お風呂場のね、ネジを締め切っちゃう、みゆちゃんいるから、ここに話しますよね、お風呂場のね、あのね、水道をギュッと締め切っちゃって、中の部品が割れて、割れ始めると漏れ始めるらしいんだけど、で、そういうのがあって、で、まあ、また直す話をしてるんだけど、とにかくね、このアパート中で、その水道のやつが壊れるって、うちの部屋だけらしいんですよ、なるほどね、まあ、もちろん、他にいないわけない、トイレがちょっと壊れちゃったとか、もちろんあるんだけど、うん、こんだけ連続で壊れるのは、この部屋だけだって言われて、で、もうあのミラーに、ね、Between you and me って言われて、もう誰にも言うなぐらいの勢いで、私言わせてもらうけどって真剣に語られちゃって、地下で僕お説教食らったんだけど、先地下でだよ、お前が来たよな、だって僕は下の125で被害者ですから、上から山田汁って言ったらいいんだけど、汁が垂れてくるわけじゃないですか、上のシャワー浴びた人たちの汁が、すらままスラママごめんなさい、また垂れてきたんですか、また垂れて、そう、ま、で直しても治る直してもなるって言って壊れちゃうからどうのこうので、うん、これはね、確かにミゲルってちょっと言い訳がましいところはあるけれども、ただね、こんだけ連続壊れて、やっぱり、ね、ちょっとね、使い方もね、もう一回見直さなきゃいかんかなというのもあるかなと。で、ミラのあの切り方もちょっと珍しいので、マジ切れしてて、はい、困りましたということで。困ったということで。いやでもさ、これ本当にね、一人をね、別に攻撃してるわけじゃないんだけど、はい、山さんの可能性がでかすぎんだよね。ちょっとさ、映像見せられないけど、多分さ、こうやってやってると思うんだよね。そうやってやってます。見えない皆さんには申し訳ないぐらい。皆さん申し訳ないんだけど。いやでもあのね、やっぱりあの抜けててね、あの汚しちゃう人とかいますから。そうですよ。あなただけじゃない。じゃああっちゃまんってことにしようかな。そうしましょう。よくわからない。平和にそうしましょう。とにかく人のせいにする。はい。じゃあ本館が隠れて入ってきてやる。うん。それもいいね。はい。そんなわけでございまして、今週は志らくの門やりました。はい。ということでまた来週、はい、どんな困ったことがあるかな裏もよろしくお楽しみ。さよなら。
この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。